小ゆっぴさんからです。ありがとうございます。力士さんおはようございます。初めてお便りを送らせていただきます。今朝とある夢を見たのですが、そのせいで目覚めが悪く、あまりいい一日のスタートが切れませんでした。その悪夢の内容というのが、大喜利会場であるお題に全く答えられないというものです。どうか力士さんの力でこのお題に答えていただき、私の悪夢を終わらせていただきたいです。うわ、これからもご活躍を楽しみにしております。失礼いたしました。お題、ドラミちゃんの結婚式でありがちなこと。マジかあまり見たことない人だから、もうちゃんとしたあの悩みのなとかと思ったら、普通に俺大喜利答える画面になっちゃったっていうね。試されてる。お題、ドラミちゃんの結婚式で、ありがちなこと。人生には3つの大事なポケットがありまして、というスピーチがある。ココリコの遠藤が千秋というビデオレターが流れる。その結婚待ったというドラザキットが、ぶっ放した空気砲で、神父の聖書に穴が開く。悪夢だよこれも。悪夢だよ。のび太の結婚前夜と全く同じストーリーがある。普通に黙っちゃってやんな。一テーブルピースケが埋めてる。この辺にしてください。これはね、悪夢なんだけどね。ただなんかね、俺の内なる悪魔がね、死神がね、これ読めっていう風に囁いてきたから ね、ね、本当にこの死神と上手に付き合っていくのが、VTuber のコツです。ひどい汗をかきましたね。